の運動遊びでは、片足で踏み切って前方や上方に飛んだり、片足や両足で連続して飛んだりする中で、運動遊びの楽しさ、心地よさを引き出す指導を基本にしながら、どのような力を持った児童においても競争に勝つことができたり、意欲的に運動に取り組むことができたりするように、楽しい活動の仕方や運動の場を工夫することが大切です。言うこと一緒、言うこと一緒、やること反対、やること反対、前、前、後ろ、前。川跳び遊びは助走をつけて片足や両足で踏み切って前方に飛ぶ運動です。縄などを川に見立てて川を飛び越します。川に落ちないように片足や両足で川を飛び越しながら前方に飛びましょう。できたね。最初から形が決まっていた川だったよね。みんなでチームで相談して川の形を変えて飛んでみたいと思います。かっこいい。何だろう、これいいじゃん、これがよ、これがよ、飛べないから。手曲げて、グロスして、白馬いいよね。なんか丸っこい形がある。雷型の雷、ああ雷型ね。みんなで相談して試しながら川を作っていきます。おい、早く飛んでみたいな。これでみんな飛び越せるかな。グループで相談して作った川跳びのコースでもう一度挑戦してみましょう。まっすぐな川やくねくねした川などに場を変え、それぞれに応じた幅でいろいろな飛び方に挑戦します。他のグループが考えたコースにも挑戦するなど、いろいろな川跳び遊びができるようにすると良いでしょう。お友達が作ったあの川を飛び越えた時に、そのなんか思ったこととか良かったところなかったですか？初めの方はへこんでいるけれど、後になるとどっちも膨らんでいるので、初めの方は普通に飛んでも大丈夫ですけど、後の方はちゃんと大きく飛ばなくちゃいけないなと思いました。あ、へこんだり膨らんでいるところで飛び方を変えないと飛び越せないなってことが分かったんだね。高く飛び越えていきます。高く飛びます。によって一番高くジャンプできるのがカンガルーで、そしてウサギで、カエル。ゴム跳び遊びではいろいろな高さのゴムを飛べる場を作りましょう。高さの低い優しいところから高いところに挑戦していきます。何度も飛ぶことで踏み切りのタイミングや空中での動作がうまくなってきます。よりカンガルーの方が一番助走をいっぱいした方が高く飛べました。カンガルーが一番助走がいったって。でもそしたら助走をつけたら高く飛べた。みんなコースがちょっとずつ違うの分かる？ゴムの高さや間隔などを変えたりしながら、両足での踏み切り、片足での踏み切り、前向きでの跳び、横向きでの跳び、1回ずつでの跳び、連続した跳びなど、いろいろな跳び方ができるようにすると良いでしょう。繰り返し飛ぶ中で、友達の良い動きを見つけたり、自分の動きに生かしたりできるようにすると良いでしょう。その友達のいいところいっぱいあったね、今ね。気がついた人。ちゃんと決まったテンポで飛んでいます。決まったテンポで。リズムよくってどんな風だろう。はい、どうぞ。友達の良い動きを見つけて発表し、見せ合う中で、次への挑戦意欲を高めていきましょう。おお
キンパ跳び遊びは輪に合わせて片足や両足左右バランスよく跳ぶ運動遊びです。まずリズムよく跳べる簡単な置き方をして、みんなで手拍子などのリズムを取りながら行いましょう。置き方を変えて違うリズムで跳びながら楽しみます。ちょっと難しいよ。みんな見てください。おー、さっきと変わったよ。あ、どういうリズム？どういうリズム？飛ぶ前にリズムを確認するとうまくいくことを確認します。両方からスタートして向かい合ったところでじゃんけんをして、勝った方が進むなどのゲームを取り入れるとより楽しく取り組めます。輪と輪の距離を変えたり、児童が置き方を考えたり、リズムをあえて崩したりした場でいろいろな動きを体験できるようにします。児童が自分たちで試しながら相談して、みんなで楽しいコースを作ってみましょう。児童の意欲を引き出し、上手に飛べるようになるための言葉がけが大切です。他のグループが作ったコースを体験し合う活動を通して、いろいろなコースの楽しさを味わえるようにすると良いでしょう。ちょっとおっとっとってなっちゃって、でそれが面白いから面白い。おっとっとってなるようなコースだったところが面白かったんだ。面白いね。じゃあ白チームさんの代表さんお願いします。赤チームさんのパーが2回続いたところがバランスが取りづらくて面白かったです。そこの2回ついたところが面白かった。リングバトンなどを用いてケンパー跳びをしながらリレーをしてみましょう。競争して順位ごとで輪の数を変えて、どのような力を持った児童においても競争に勝つことができたり、意欲的に運動に取り組むことができたりするように工夫をすると良いでしょう。リレー遊びではチームの特徴に応じて輪の数を調整するなどして、勝敗が入れ替わるように工夫することも意欲を持続するための方法の一つです。剣を抜いたのと走る順番を変えたんだね。よマークの位置を変え、飛び方を工夫するなどして繰り返しリレー遊びを楽しみましょう。チームで応援するなど夢中になってリレー遊びを楽しみながら、腸の運動遊びの狙いを達成するようにしましょう。今の結果は赤組さん1位。はい、体育やってみて楽しかったところや良かったところを教えてください。ゴム跳びでだんだん高くなっていくから、もっと高くても飛べるんだなって、自分はもっとこんなに高く飛べるんだなって気がつきました。川飛びでずっとまっすぐだと慣れちゃうから、どんどん大きくして工夫して楽しかった。自分でじっくり考えてみると、いろいろな飛び方があるのが分かりました。いろんな飛び方ってどんな飛び方でしたか？横に飛んでる。駆け足みたいに飛んでみて、片足でスキップみたいな飛び方もあった。